はい、皆さんこんばんは。イエーイ。来た。はい、ということで、はい、今回はですね、第あ、いけない、第何回つけるの忘れちゃった。第324回。324、はい、324、うん、どんどん夢をかなうメディカスでございます。本日のゲスト、ビジネス数学専門家の深澤慎太郎さんです。イエーイ。来たー。どん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 、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ね、今ね、この前にあの近くのデニーズで出に行ってたんですけども、まあその時の話が本当面白かったね。本当ですか。いや、あれも本当は本番で話さなきゃいけないんだけど事前にいろいろ話しちゃったもんだからね、ちょっとあれですけども、まあでも、まるで初めて聞いたように聞きますから、ね、ぜひぜひお願いします。はい、あのいろいろ面白いね。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日、はい、メディカスをね、初めて見てる方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっとメディカスのお話をさせていただきますと、これ2010年の5月から始まりました1時間のインターネットのユーストリームを使った対談番組ということで、私の会いたい人、話したい人をゲストにお招きして、毎週配信してますけども、6年間で今年で300回を超えまして、今回は324回ということなんですね。すごい。ありがとうございます。で、これユーストリーム使ってますから、あの皆さん視聴者の方ね、コメントを打てます。で、コメントをソーシャルストリームというパソコンであったら画面の右側ね、スマホだと下の方にですね、ソーシャルストリームがあります。そこにコメントを打っていただくと、私がここで見ることができますので、それを読み上げることによってリアルタイムコミュニケーションが取れるということでございますね。ということで、ソーシャルストリームはね、ちょっとログインしたり Facebook にログインしたりしないとコメント打てないんですけども、チャット、右側にチャットってあるんですけど、チャットの方にね、打っていただくとログインしなくても打てますので、ぜひですね、そちらの方にも、コメントをね、打ってみてくださいね。よろしくお願いします。ということで、今回第324回のゲストは深澤慎太郎さんですけども、慎太郎さんと僕はどこで、ダフ最初にやったの、多分そうです ね、ダフという、はい、イベントで初めましてだったと思いますね。1回目の時、うん、ね、だと思います。はい、去年ですね、はい、そうそう、今ねダフって話が出ましたけども、うん、ドランクアカデミーフェス、そうですね、ね、はい、っていうことで、その、うん、セミナー講師の方々が皆さん1人10分の時間を設けて、全員が10分でそのテッドのようなねトークを お届けするという、うん、でしかもその会場がなんかこう、ちょっとなんていうのかな、こう円形じゃないけど、なんかこう、うん、プロレス見るような感覚でね、あのお客さんが見てくれる会場になってて、うん、すごく面白いんですよ、うん、で今回5回目、9月10日かな、かな、そんぐらい、9月10日土曜日、DAF5 がありますんで、私もですね、おかげさまで皆勤賞で、5回すごいと思いますよ。いやいやいや、全部出られるって、いやいや、それだけ暇だって、何言ってんですか、ね、お父さんも暇だっていうことで、いやいやいや、いや言ってんですか、ね、まあ、5回目なんで、はい、ぜひ皆さんまだね多少お席あるようなので、これ本当面白いですから、うんね、ぜひぜひ。1回目と3回目、私1回目と3回目に、はい、出させていただきましたけども、ね、はい、それで深澤さん知った方も多いと思いますよ、うん、ね、だからぜひね、あ、なんかこんな人がいますよ西澤さんがね、うん、はい、チェック来てますね。西澤さん、ちょっとリンク貼っといて、リンクね、そのダフを主催してるね、西澤和弘さんがね、ちょっと今コメントに立ち寄ってくださいましたので、リンクを貼ってくれると思いますけども、9月10日のね、 Facebook のイベントページ立ってますから、これ本当面白いですからね、私も出ます。ぜひね、うん、見に来てください、会いに来てください、よろしくお願いします。はい、最初から宣伝になっちゃったな。すごいですね、いっぱいコメント来るんですね今日はね、はい、どっからだろう、あ、ここだ、米山さんからですね、着席なうということで、米山さんありがとうございます。あ、ありがとうございます、ね、チューリップのコピーバンドやられててですね、もうすごい、いつかね、こう一緒にやりたいなと思ってますけどもね、メディカスバンドもね。今日の新発見、うん、配信前ブラウザではスライドショーが表示されるとも、アンドロイドタブレットのユーストリームアプリで見るとThis channel is off air と、あ、そうなんだ、
すごい勉強になりました。ありがとうございます。あ、村井さん、ね、同級生村井さん、こんばんは。深澤さんの書籍、村井さんのところで当選したようですが、うん、そうですよ、まだ来てませんっすよ。まだ来てません。あ、それはあれですね、こ、ね、この後ね、村井さん、 ね、コメントしてくれてたよ。村井さんが、村井さんまだ来てないって言ってね、申し訳ございません、ね、多分もうすぐ届くと思います。はい、行くと思いますから、お願いします。待っててね。すごい、本当にいっぱいコメントくるんですね、これ、うん、あ、しほちゃんありがとう、しほちゃんありがとう、こんばんはってことね。映像と思っちゃう、ね、さっきね、さっきね、あゆねやさん、ネイル健在ですね、ネイルね、健在ですよ、ね、すごいですね。あ、箱崎さんありがとう、着席 NOW っていうことで、箱崎さんは、愛知県春日市。おお、そうなんですか。この間僕、講演会に行かせてもらいまして、出版記念講演、はい、あ、で主催してもらったんですよね。ましたね、うん、ね、たくさんの人集めていただきまして本当にありがとうございますね。もう春日井市って僕ね、あの勝川っていう駅だったんですけど、はい、あそこ初めて行ったんですけど、これ面白いし、あのおしゃれな店がいっぱいあるんですよ。これ遊びで僕ね、純粋に行ってみたいなと思ったぐらい。まあ本当にね、いろんなところにはまだまだ知らないところがね、たくさんあるんでね。でも結構全国回ってるでしょ。そうですね、でも結構やっぱり集中するんですよね、関西とか、あの名古屋とか北九州とか、うん、なんでなかなか地方はまだご縁がないので行きたいですけど ね、でも集まるのも大変なのかね、やっぱ地方は。そうなんですよ ね、なんかその地方の方っていうのは、その私が行くようなそのセミナーとか研修 その例えば名古屋とか大阪にわざわざ来ていただく感じなんですよ。そういう感じなんだ ね、うん、ね、名古屋のセミナーでも伺うとね、今日はなんかこう岐阜から来ましたとか、なんか滋賀から来ましたとか、北海道とか、ね、そうそう、来ましたっていう方がいるんですよね。えらいこっちゃ、ありがたいことです、本当にありがとうございます。あ、近藤さんね、広島から。広島はどう、行かれたことある？あ、今度初めてご縁があって広島 で、はい、仕事行きますね。いつだろう、研修、あの企業さんのやっぱり研修企業研修できます ね、はい、僕は広島まだ行ったことないんですよね。ぜひ近藤さん、うん、主催していただいてね。あ、米谷さん、メディカツ爽やか部門1位の深澤先生、こんばんは。あ、こんばんは、毎度。どういう、よろしくお願いします。なんかね、爽やかイメージみたいですね、米谷さん。納得できない部分があります。いやいやいや、ね、爽やかですよ ね、はい、ね、ね、面白いですね、これ。あ、ヨネさん、来た、どんどんどんとね。はい、箱崎さん、今日はパソコンでも。カクカクしますね。そう、ね、ちょっとね、うん、重いかもしれない。ごめんね。ちょっとだけ重いかもしれない。深澤さん、あ、室井さんね。深澤さん、水野さん、どうも先日は、どうもありがとうございました。深澤さん、先日は一生成長 TV にご出演ありがとうございました。あ、いえ、こちらこそお世話になりました。はい、村井さんがまだ本届いてないみたいなね。届けてあげます。あ、村井さんがね、村井さんすみません、朝から晩まで執筆締め切りに追われてもう少しお待ちくださいということなんで、村井さん許してやってください。はい、はい、あ、米山さん、ダフ5が9月10日に開催、リンクありがとう。西田さんもリンクありがとう、主催の西田さんもね。顔にモザイクかかってます、だって。え、マジで、ちょっと待って、ほんと？カクカクでお顔にモザイクかか、モザイクかかってるってこと、こういうことかな。かちょっと待って、ね、うん、本当みんなそうなのかな。あ、原田さん、こんばんは、ゲストは郷ひろみさんですか。え、なんで、え、なんかやったっけ。覚えてませんか。歌でしょ、ダフで。そうです、ダフで一番最初の時。あれ何歌ったんだっけ。え、2億4千万の人でしたっけ。億千万歌ったんですよね。それで、ね、あれがちょっと、まあ、よくも悪くも結構インパクトが大きくてですね、いまだにやっぱ言われますね。ヒロミ号って。ヒロミ号ね。どうです、どうも。あれインパクトあったな、確かに。あ、長見さんね、水越さん、深澤さん見ています。水越さん、9月11日、朝活、富山でのお話楽しみですということでね。ああ、ちょっと9月11日に行かせていただきますので、楽しいですね。朝活リンク、まだね、席あるようなので、ぜひね、皆さん、お集まりください。うん、もう本当にね、午後はね、ワークショップもやりますんでね、その日だけでも自分の番組できちゃう。もうここまでやっちゃいますからね。すごいな。今日ね、実は、パソコンを今、私がいつも、このユースト自分 TV を配信しているパソコンが、実はバッテリー交換ということで、急遽修理に出しておりまして、うん、出してるっていうか、
この時間もしかしたら取りに来るかもしれないけど、まあ、それでそのパソコンじゃない昔のねパソコン今引っ張り出してきてね、もう大変だったんですよ深田さんが来るまで。すいません、トラブルを呼んじゃいました。トラブル、申し訳ございません。もう昔のパソコンからもう一回アップデートしたりね、なんかインストールしたりして元の状態を戻すまですごい大変だったんですけど、だからねちょっとねかなり負荷がかかってるので、昔のパソコンなのでちょっとねカクつくかもしれません、申し訳ありません、申し訳ありません。代わりモザイク入ってる、大丈夫、見れてる、すいませんね、よろしくお願いします。はい、お願いします。あ、おきもさん、おきもさん、こんばんは。こんばんは、岡田さん、水越さん、スイーツ食べながらじゃないんですか、まい、いや、ほんとちょっと忘れた、買うの、ね、ちょっとね、慌ただしかった、ごめんね、すいません、はい、おっしゃる通りですね。あ、そうだよ、だってあのおきもさん、広島じゃない、広島、うん、あ、そうですよね、うん、美味しいお好み焼き食べてください。はい、ありがとうございます。あ、行くならね、今度行くんでね、僕たち、うん、今日は映像悪いですね。マジちょっとごめんね、あの本当そんなにあれかな、今日そんなことでね深くかかってると思うんだよね、はい、僕ブサイクなんで、そうそうしていただいた方がいい、ね、皆さんね、なんとか見れる、スイーツジャパン、ジャパン、ね、ということで、まあ、深田さんをお迎えしましたけど、深田さんは、はい、今はね、まあ、これ皆さんね、これどのぐらい売れてんでしたっけ。3万くらいかな。3万、はい、すげえな、うん、売れてるわけですよね。これ何冊目、これは、うん、これ何冊目の本だったかな、4冊目ぐらいの本だったと思います。現在は監修している本も入れると13ですね。もう13冊監修も含めてね、はい、でこれがもう8釣り、そうですね今、はい、8釣り、はい、何万、3万、うん、すごいですね、うん、で、まあ、こういう本も書かれてるね。これ肩書いたのこれ。ん？肩書き？なんだっけ肩書き、深田さんの。ビジネス数学の専門家。ビジネス数学の専門家ということで、はい、で実は僕は数学はすごく苦手で、まあ、今回ね深田さん来るっていうんで一生懸命ね、勉強しようと思ったけどやっぱダメでした。ダメだったんだけど、はい、そのまあもともとね。はい。まあ、そういう素養があったのかなと思って聞いたら、うん、最初はねお仕事、あ、仕事ですか、うん、一番最初は予備校の数学の先生ですね。予備校の数学の先生、うん、はい、何年ぐらいやったんですか。半年です。半年、はい、そんな短かったの。はい、もうこれはもう嫌だと思って違うと思ってやめました。うん、でもその小中高は大はできたんですか、やっぱ数学。そうですね、中学校ぐらいからなんか、あ、これ面白いと、あ、向いてるって思って、その勉強が、うん、だんだん純粋に勉強がやっぱり好きになったんですね、数学の。例えば小学校の時は、うん、算数とか数学っていうのは、はい、いくつぐらい成績はどうだったの。やっぱりまあ良かったですね、今思えば5、うん、大体もう5段階だったら5でしたね。違う、国語は、国語は3とか4とか4つがちょっとやだね今。なんでですか。大体みんなそんなもんじゃないですか。いやいやいや、3、その代わりの社会はダメでしたね。2とか取ったことありますもん。本当、はい、典型的な理系ですね。図工ですか。3、うん、あんま好きじゃない。体育は5。そうなんだ、好きだった。僕は運動神経は良かったです、はい、へー、うん、なんかクラブとかやってたんですか。サッカー。サッカー、はい、中学も、中学もサッカー、まあ、小中高大全部サッカーです。あ、そうなの、はい、そうなんです、実は。知らなかった。そうなんです、そうなんです。もうサッカー小僧だったんですよ。将来そっちの道へとか考えない。いやーもう、キャプテン翼に憧れましたけど、いやーまあサッカーは無理だなと思って、はい。でもまあまあ好きでやってましたね。かっこいいな、でも、体育とさ、数学、算数が好きなんてちょっと嫌だね。なんで嫌なタイプだな。なんで、それ学級とかやってないの。え、学級員とかやってないの。学級委員も率先して学級委員をやるタイプでしたね。はい、だから、まあ、大体学級委員でした、そう言われてみれば。もうさ、なんか自分でこうやりたいって言っちゃうタイプですね。そういう雰囲気あるんだよね。そっか、よくそれ妻にもいじられますね。なんかこう、うん、学級委員俺やってたんだよって言って、ケンケンみたいなね、うん、面白くねやってたみたいな。でもな、サッカーやってたね。まあそれででも最初に勤めたところが、まあ、その予備校数学、まあ、はい、最初はね受験教育のね、はい、数学専門のね、まあ、数学を教えてました、うん、はい。でもそれは半年で違うなって、もうでその先行ったのがさ、すごい不思議なんだけど、はい、なんだっけ、あ、ファッションアパレルの業界ですね。業界ね、うん、不思議ですね。
ねえ、ファッションそっち行くんだね。なんで？あの、まあ一つはその、まあ全然世界が違うので、こう華やかに見えたというか、うん、あ、なんかかっこよさそうだなと、楽しそうに仕事してるように見えたんですね。一つはまあそういう、まあ、あのしょうもない理由なんですけど、もう一つはあの、まあ、自分のようなこう個性を持った人間って少ない業界じゃないかなって思ったんです。その数字で考えるとか、論理的になんかこう喋るとか考えるとか、あ、そっちの世界に、ね、そうファッション業界で、まあ、感性とかフィーリングとかで物事が進んでいくような世界なんじゃないかなっていう、うん、まあ、ある意味での仮説を立てて、だとするならば、まあ、自分みたいなちょっと珍しいものが飛び込んだら結構面白いことが起こるんじゃないかなって思って、うんうん、まあ、ちょっと行ってみたんですよ、うんうん、ファッション業界で仕事したいですって言うんで、うんうん、そしたら、まあ、なんか君面白いねって言われて、まあ、なんか入れちゃったんですよ、うんうん、イタリアのね、外資系のブランドですけど、はいはいはい、場所どこだったっけ。表参道。表参道、はい、表参道の一等地でね、最初は販売の仕事しましたね。お洋服、女性のお洋服着てました。いきなりさ、だってさ、予備校でさ、はい、予備校の先生すごい華やかな表参道でさ、うん、もうなんかあれじゃないの、はい、まあ、やったら遊んじゃってさ、金遣い荒くて、なんかそんなわけないじゃないですか、あの、なんかその都会の色に染まらないでってなんか言われる、そんなタイプになっちゃったんじゃないの。なってない、なってない。さっきも言いましたけど、さっきね、あのご飯食べながらちょっとお話ししてたんですけど、あの本当に最初はもう余裕がなくて、お金もなくて、本当、まあ、これ初めて言いますけど、最初はもっと食うのに、毎月食うのに精一杯でしたから、100円ショップ行ってパスタ100円で買うわけですよ。でそれにこう醤油とかかけて晩飯食ってました。そんな頃あったの。ありました、ありました。最初は24、5ですよ。いい年ですけどね。へえ、そうなんだ。うん、まあ、やっぱね、あの一番下っ端からスタートしたんで、24、5でそのファッション業界で、だからまあ給料もそんなもらえないし、だし、あの洋服代がかかるんですよ。しょうがないんだけど。仕事から、ね。仕事から洋服、まあ車販とはいえある程度いいものを買って職場で着なきゃいけないと。ブランドものでしょ。そう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 。俺のきつかったこときつかったこと、俺間違えたかなと思いました。本当。でもまあまあまあ、なんとかね、食いつないで、あの少しずつこう上がっていくと。うん、そうですね。認められて。そうですね。はい。でもそこで、はい、まあ、数学をやってたことによって、うん、あ、こいつちょっと違うな、面白いなと、そうですね、いう目でも見られて、見られて、はいはいはい、うん、要するに彼らが苦手なこと、例えばなんだろう、数値計画作るとか、え、数値計画、数値計画、数値計画の事業計画とか、例えば売上の目標値とかあるじゃないですか、うんうん、そういう数値計画作るのってできないんですよ、もうさ、うん、あの感覚だよね。そう、いいじゃん、この可愛いワンピース売れればいいじゃんとかって言ってる人たちなんですよ。このぐらい売れたらいいんじゃない。もういいじゃん。でもまあ、そうじゃないじゃないですか。そうじゃないんですよ、ビジネスって。あ、ね、うん、だからちゃんと数字に。そこなんだよ皆さん、ビジネス数学と言われるゆえんはね。あ、いい持ってき方ですね、うん、そう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 、そういうことですね、うん、はい、でそのいいじゃんっていう人が結構今も世の中にたくさんいて、でもやっぱりそれだとどっかで行き詰まるんですよ、うん、社会人として。うん、なのでそういう人たちをちょっとこう上に上げるために、その数字に強くなるっていうのも結構大事なテーマだから、そこの教育をやっぱり自分はやろうって思って、まあ、5年前かなに、まあ、ビジネス数学の専門家っていうふうに名乗って独立したわけですね。そうです、まあ、ちょっとチャレンジしたんですね。その時はでも賞賛みたいなのあったの。賞賛、まあ、俺はいけるぞみたいな。はい、ありました、ありました、うん、っていうか、まあ、思い込んだというか、はい、あの、まあ、そういうポジションにビジネス数学っていうポジションなかったし今まで、うん、だし、まあ、そこにプレイヤーがいないので、まあ、そこにいないところに一人ポツンと立って専門家ですってこう旗を上げたら、もうすごく目立つじゃないですか、うん、ね、だからもう先に行って旗を上げた人がここが勝つフィールドだなって思って、うん、まあ、もう絶対これ勝てると思った。はあ、それで5年前に起業されたということなんですね。そうですね、すごい、本当に米谷さん、来るんだな。私からもおすすめ数学女子、あ、これなんていうの、ともか、ともか、はい、ともかが教える仕事で数学を使うってこういうことです。リンク貼ってくれてますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。村井さんは、あ、いいや、これ言わないで、あ、10段階でね、あ、読む読む、村井さん、私は10段階でオール5 はい、ありがとう。白鳥さんね、歌ちゃん、神社ガールです。うん、あ、神社ガールです ね、はい、はい、うん、今執筆活動じゃないですか、わからないですけど、サッカーのポジション何って書いてある、ポジションどこだったんですかって聞いてるのかな。サッカーのポジションってどこだったんですかってことかな。フォワードです、あの前ですね。
点取る。はいはいはい、あのもう背もちっちゃかったんでディフェンスはちょっと向いてる。かっちょいい。なんで数学できて、なんでよ、サッカーやってフォワードで学院よ。もうやだよね、ほんと。いや今日アウェーだ、今日フォワード一番かっこいいじゃん。フォワードだってそこしか向いてなかったんですよ、できなかったんですよ、うん、できなかった。足が速かったからね。あ、そうなんだ。だから向いてたんです、フォワード。へえ、ちなみにどのぐらいだったんですか。50m、100m、50m、 50m はね6秒台したね。あ、だからまあまあまあ、そこそこですね。へ、うん、あ、トリウム介護さんね。あ、トリウム先生、千葉の小児科医。トリウム先生どうもありがとう。久しぶりじゃないですか、トリウムさんね。今日のメディカスのゲストはビジネス数学の専門家深澤慎太郎さんですね。こんばんは。こんばんは。野々原さん、時刻表とか見るの好きでしたか。あ、なるほどね。どう。大好きでした。マジで、はい、すごいですね、このご質問はすごいですね。数字が好きなの。子供の時から時刻表は常に眺めてたんですよね。マジで。今も実は時刻表って私眺めるんです。あれ、なんで眺めるの。好き、何が面白いの。いや、単純にまあ数字が並んでるのが好きっていうのもあるし、例えば何ですかね。例えば何ですかね。じゃあ例えば大阪から京都まで、新大阪から京都までって、うん、大体新幹線で何分ぐらいかかるのかなとかっていうのを、まあ、まあ時刻表見ればわかるじゃないですか、うん、新大阪から京都までって距離でどれくらいかなということは、まあ単純に計算すれば、まあ、新幹線のスピードってどれくらい、おお確かにそんぐらいのスピードだよな、へえみたいな、そんなことをまあいろんな、すげえ、本当に、はい、本当です、本当です、本当です、はい、ここから新潟まで新幹線使わなかったらどういうルートで行けるかな、何時間かかるのかな、へえ、うん、それは新幹線の例えばで行くのと何倍くらいかな、まあ、仮説を立てて3倍くらいかかるかななんていうふうに考えて、仮説を立てて実際時刻表で調べる、へみたいな、まあ、隙間時間の遊びを今でもしますね。すげえ遊び、はい、まあ、変態です。変態だね、本当、うん、米谷さん、サッカー数学学級に深澤先生ったら一体どんだけの人なのかと、かっ笑い、運動神経悪い芸人なんだ。そうなんだ。実は私昔、え、何これ、輸入商社に勤めていました。もう当時のアパレルの分野のことですか。へえ、そうなんだ。ムニアさんすごいコメントしてくれる。近藤さんに、数学苦手、いろいろ計画書など作らなければいけないけど、まあそういう人多いと思いますよ。うん、ね、そうね。あ、ちかこちゃん来たよ。おー、ちかこさん、新幹線の中で見てます。すごいね。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。イヤホンで聞いてくれてるかな、ね、ありがとうございます。ヨネヤさん、20年前あたりも膨大なデータをもとに仮説やあ規則性を見つけようという動きはあったものの、ごく一部の世界に限られていました。今もっとこの辺の分野を盛り上げたい。これヨネヤさんって話あんまりない。ちょっとごめんね、まあまあまあね、俺あんまり合わない。ヨネヤさんはね、そういうお仕事されてますからね、うん、はい、で、うん、そう、それで5年前独立したじゃないですか。はいはい。で、最初はどういう活動してたの。まあ、当然最初は食えないので、うん、まあ、とは言ってもその教育の仕事なんで、企業研修もらったりとか大学で教えたりっていう仕事に当然なるわけなので、最初はまあそういうところのそういうものの専門家の人にこうついていろいろ教えてもらって、まあ、おこぼれを預かるというか、うん、いわゆる講師の、そういうプロの講師、ね、プロの講師としてのまあスキルをまあちゃんと身につけよう。どのぐらい、どのぐらい、どのぐらいの期間それを、うん、でもまあ半年ぐらいですかね。半年ぐらいそういう、まあ、本当に完全なる下積みみたいなものをやって、少しずつお仕事をいただくようになってきた。でも最初はビジネス数学なんつっても何も仕事なんかもらえないので、最初はなんだろうな、名刺の渡し方とか、そういういわゆる新入社員の時やるんですよ。なんかこう挨拶とか、それを教えるわけ。そう、最初はそういう仕事をいただく、マナー講師みたいな。そうそうそう、最初はね。すごい、うん、でもそれはなんだろうな、しょうがないじゃないですか。でもその時はビジネス数学の専門家っていう肩書は持ってたの。持ってました。持ってたけど、専門家ですとはもちろん言ってるんですけど、分からないもんね、何のこっちゃ、何言ってんだこの人はっていう反応なので、まずはそのちゃんとその今ある仕事、社会人の教育の、何でもやりましたよ私、うん、ある仕事をいただいて、それをちゃんとまあ忠実にまあお仕事させていただいて、あ、これはいい先生だなと思っていただいてから、初めて私の専門ってこうですよっていうのを言うようにしました。なるほど、うん、それで、うん、まあ、最初、まあ、そういう講師の勉強とかもして、自分から話をするようになって、最初に本を出したっていうのがいつだったんですか。起業して2年目、はい、ですね、はい、それきっかけはどういうこと。
きっかけは、まあ、こういう仕事を、ね、するわけですから、やっぱりその本を通じて世の中に広めていく、ビジネス学っていうの大事だぜっていうのを広めていく必要があるなって思って、じゃあ広めるためには何が必要かなって思ったら、やっぱりその書籍の力っていうのはすごく大きいだろうなって思った。だから本を書きたいって、もういろんなとこで私も、もうアホみたいに言うようにしたんですよ。言ったんだ。俺本書きたい、本書くぞ、本を書きたい、本を書くぞ。そうやって具体的なことはまだ知らなかった。何も分かんないんだけど、とにかく本を書きたい、バカみたいに。あでもまあまあ当然冷ややかなね、声とか目線もあったんですけど、でもやっぱり聞いてる人は聞いててくれてて、あ俺編集者知ってるから紹介しましょうかっていう人が友人の中にいて、これなんだよね。だからやっぱり言わないと。そうだから、叶えたいことはやっぱり口に出さないとダメだなって。そうするといろんな人が、自分じゃ思いもかけなかったね、うん、人が声をかけてきてくれたり、うん、アドバイスくれたりするわけですよ、うん、そう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 。しおちゃん Kindle でポチりました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。もう嬉しいね、うん、え、何何これ、東京から富山は何時間か分かりますか。数学の話になっちゃいますね。こういう東京から大宮間の新幹線の速度分かりますか。まあ今じゃ分かんないと思いますけどね。後で、後で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今何の話したんだっけ。今だからその声言わないとダメよ、ね、それで、これ結構大事なことだと思うんですよね。いや絶対大事ですよ、うん、だから僕もこの番組で代々出ていただけませんかって北原さんに、出ていただきたい、ぜひお待ちしてます、出てくださいって言ったら、その終わ番組終わってから電話がかかってきて、見てた友達が、あ、僕北原さんと僕は親しくないけど、北原さんと親しい友人は僕知ってて、うん、今電話したら今度北原さんがなんか親しい人とディナーやるから、うん、水越君のこと今申し込んどいたからって言って、うん、勝手に申し込んどいた。それですぐに会うことができた。あ、すごい。だからやっぱり言わないとね。うん、まあ、それで一冊目決まって、うん、そうですね、まあ、紆余曲折あって、どんな本。あ、それはもうそのまんまですよ。仕事に使える数学って本なんですけど、もうこの人そのまんまですよね。うん、それが出て、うん、まあ、そこからなんかこうやっぱちょっと少しずつこう世の中が見てくれるようになって、うん、面白いこと言ってる人がいるなっていうことで、なんかこう少しずつこう興味を持ってもらって、うん、でまあまあ今に至るという感じですかね。うんうん、それで、まあ、ビジネス数学ってどういうこと、どういうものなんですか、一言。ああ、あの数字に強いビジネスパーソンを育てるプログラムをビジネス数学っていうふうに定義してます。数字に強いビジネスパーソンを育てるプログラム。もう一回言って。本当に数字に強いビジネスパーソンを育てるプログラム、はあ、まあ、数字に強くさせるってことですね。数字ね、数字やっていう人いっぱいいるから、まあ、割とそのほら企業の研修とか、うん、結構あるわけじゃないですか、うん、そうするとやっぱり企業の中では深田さんをお呼びしてお話をするということは、みんな基本的にやっぱり数字のことが弱い。そうみたいですね、うん、企業 の、 その経営者さんが言いますね、うちのメンバー数字弱いんだよねって、うんうん、弱いってどういうことなんですかって例えば聞いてみると、うん、自分たちのやりたいこととか現状とかっていうのを、うん、数字で教えてくれないんですって、社員が。今どういう状況、いや結構いい感じです。わかるわかるわかる、うん、お前最近どんな感じなの、いや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 、ぼちぼちっす。ぼちぼちっす、うん、こういう社員ばっかりだと、まあ、経営者としてはおっかないわけですよ。うん、極めてはっきりね、わからないとね、わからないから、うん、でそんなほんとちょっとしたことだと思うんですけども、そういうのっていうのはその頑張りますとかぼちぼちとかそこそことかっていうのをちゃんと数値化して、わかりやすく、まあ、必要な人に伝わるように数字で伝えるって、これ教育が必要なんだなって、まあ、気づいて、うん、でそれができるようにさせるってことがビジネス数学の役。それだけどさ、もともとそういうのはできないっていうのは、うん、どうしてなの、そう育ってないから、そういう、うん、そういう教育を日本がしてないからです、ね、はい、例えばかつての算数数学の授業ってこう、うん、なんかこう問題があるじゃないですか、うん、でもう問題を解くための素材が全部用意されてるんですよね、うん、ご丁寧に。で、うん、それで先生が教えたようにやれば正解が出て丸をもらって、うん、よくできました、はい終了みたいな感じなわけですよね。なるほど、うん、だけどそれしかやってないと、そのなんだろうな、手元にじゃあなんかこう数字がなかったらこう数字を作れないわけですよ、その人って、うんうんうん、
数字が作れないってことは数字でこう喋れないわけですよ、うんうんうん、数字で喋れないってことはさっきの社長さんみたいな感情になるわけじゃないですか、うんうん、ということはそのかつての算数数学と違う数字の扱い方考え方っていうものが覚えないと、あの学生時代の成績は良かったかもしれないけど社会に出てから行き詰まっちゃうよと。なるほどね、うん、なんかさっき僕ちょっと食事してて聞いたのは、うん、なんだっけほら1人が3時間、あ、はい、まあ、すごい単純なことだけど、はい、あれちょっと言ってみて。あ、例えば、うん、なんか仕事があります、ある仕事が、皆さん聞いてね、聞いてちゃんと説明してね、ある仕事が今あります。でこのある仕事っていうのは水越さんがやると2時間で終わります。2時間で、そのある仕事は水越さんがやると2時間で終わります、うん、一方私がやるとですね、私ちょっと慣れてないのでその仕事3時間かかります、うんうん、でこの仕事を早く終わらせてほしい私と水越さんと私の上司の人は、うん、じゃあお前ら2人で一緒にやれと、ね、うん、もうちゃっちゃと片付けてくれと、こういうふうに指示をするわけですよ。そうです。さて問題ですと、じゃあこっちがやったら2時間で終わってこっちがやったら3時間かかるこのある仕事っていうのは2人で共同作業したら一体何時間何分かかるでしょうか。ででん、全然俺これほんと情けないけど、えそれって、うん、公式というかなんかあるわけですか。ないですね。そういうものはないです。だからその計算の仕方もう分かんない。あ、そうですか。ちょっと待って、分かるのみんな。あ、ヨネさんはあかもしれないですね。ね、うん、分かると思うけど、やっぱ僕はもう全然分かんない、ね、うん、せっかくなんでちょっとこの話もうちょっとしましょう。はい、今のような問題を出すと、うん、多分皆さん驚かれると思うんですけど、そうだな、10人のうち2人か3人ぐらいは今から私が言うような答えを出すんですよ。こっちがやったら2時間だね、こっちがやったら3時間だね、一緒にやるってことはじゃあ2と3を足せばいいのかな、うん、そう思っちゃうよね。で、まあ、2人でこうやるわけだからその5を2で割って、うん、アベレージを取って、はい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 、2.5 だからじゃあ2時間半で2人でやったら終わるのかなっていうふうに答えるんですけど、ね、はいはいはい、でも水越さんがお一人でやって2時間で終わる仕事なんですよ、うん、2人で一緒にやって2時間半かかるってこれおかしいですよね、うん、だとするとなんかその考え方が違うわけですね。はあ、なるほどね。まあ、はいはい、はい、じゃあどういうふうに考えるかというと、じゃあそのある仕事っていうこのある仕事をじゃあ数字に置き換えましょうよと、うん、例えば 1って置きましょうか、うん、まあ、ある仕事1、うん、こういうの定量化っていうんですけど、うん、数字に置きます、はい、ね、1っていう仕事を2時間でやります、うん、ということは水越さんは1時間でちょうど2分の1の仕事ができるわけです、うん、半分できるとかですね、うん、一方この1って仕事を深澤さんは3時間でできます、うん、ということは1時間で深澤さんは3分の1の仕事ができるはずです、はい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 、ということは1時間で2分の1の人と1時間で3分の1の人が一緒にやったら1時間で6分の5の仕事ができるんです、うん、なるほど。2分の1と3分の1を今足してます、はい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 、6分の5、はい、ということは、まあ、1時間とあともう10分20分の世界なわけですよ、簡単に考える、はいはい、あとはもう算数のこれ考え方で5分の6時間やればこれ1って仕事終わることができるんですね。5分の6時間ということは1時間と5分の1時間なので1時間12分っていうのが答えなんですね。お前ら自分が情けなくなってくるんだけど、さすげえ。でこの話のポイントはそのじゃ数字になってないものを数字に置き換えて考えるってことができるかどうかっていうのがこれ今の話のポイントだったんですよ。でさっきの話に戻るとそのもう答えにたどり着くための素材が全部用意されてる問題はみんな解けるんだけど、うん、そういう素材が用意されてない局面になると途端におかしなことを大人の人たちはするんですだから2と3を足すとかそういうことになっちゃうんですよ。あ、だからこのじゃあ量になってないものをいくつと置き換えて考えてみましょうなんていう風にするにはこれは教育が必要なんですよ。学生時代の算数数学ではちょっとこれは教えてないことですね。なるほどね。簡単に言ってしまうと僕なんかは、うん、僕は2時間、ね、うん、で3時間だよ、うん、一緒にやると僕はストレスを感じて仕事が遅くなっちゃうみたいなね。そういうまあ現実はねそういうこともあるでしょうけどね、まあ、ちょっと数字の話だから、ね、いいよ俺一人でやるよ、ね、そうすると2時間で終わっちゃったみたいな、うん、あ、なるほどね。そうアバウトが新人、ね、うん、モバイルスイカのこともご存知でしょうか。モバイルスイカのこと、モバイルスイカってはモバイルでのスイカでしょ、うんうん、これのことピッていうことですね、ね、うん、それは、はい、存じ上げてます。それは一応知ってますけど、ヨネヤさん、数字に強いビジネスパーソン育てるプログラム、あ、さっき私が言ったことを言語化してくれてるんです ね、ありがとうございます、
アバウトな進捗率ね、うん、ぼちぼちとかね、ぼちぼちとかね、うん、いい感じとかね。沖本さん、大阪人のぼちぼちでんなはやばいってことですね。大阪に行ったら仕事先満載ですね。ああそうですね、関西多いんじゃないの。多いですね、はい。あの元気はいいんですけどね。あ、うん、だけどそのまあ数字でぬんかぬんになるとやっぱり途端にやっぱりみんな嫌な顔しますね。ね、だけど、うん、最初はそうだけど、うん、今みたいに説明してでワークをやっていくわけでしょ。そうですそうです。そうするとやっぱ変わってくるの。変わってきますね。変わる、変わる、全変わります。意識が変わる、ね、だから基本計算は電卓使っていいんでしょ。まあまあまあそうですね、はい、使ってみましょう、うん、なんていうのか、そういうそのこう計算の練習をさせてるわけではなくて、こうここの使い方を教えてるっていう感じですかね。 あ、 うん、あとはその数字が苦手とか嫌っていう思い込みが結構大きいんですよ。そういうワークとかやっていくと、うん、何でもすぐに数字にこう変えてっていう風に なってくる、なってきます、はい。まあ、当然その1日の例えば社員教育の研修とかではそんな変わらないんだけど、ね、じゃあ今後はこういうことに意識して、うん、あの日々生活しててくださいねなんていうことをちゃんと実践すればもう変わります。続けていくことがね、何でもそうですね、何でもそうですよ、ね、本当、うんうん、そうだと思いますけど、やっぱりその研修の後どれだけ私の言ったことをやるかどうかですね、うん、なるほどね、多分ね、何でもそうだと思うんですけど、だからね、その、まあ、今研修講師としてそういう企業行って今みたいな数字化で、数字で考えるということを、まあ、話をして理解してもらって、ワークをして実践してもらうと、はい、ね、やってもらってるんだけど、うん、はい、僕ちょっと話したんだけど、こういうほら数字って左脳、割と左脳じゃないですか、ね、うん、あ、はい、そうですね、こちらね、ね、うん、で割とそのなんて言うんだろう、それをどう伝えるかとか、うん、そのあの そういう思考ってなんか右脳っていうかね、うん、そのこっち側ですね、イメージしながらとかね、はい、だからそれがバランスよくあるってことじゃないの。そうですね、割とほら数学とか数字ってやっぱりどちらかというと左脳っていうかね、そうね、だから教えることもほらなんかよくわかんないなみたいなね。うん、だそこが深澤さんのすごいとこなんだよなっていう感じがするけどね。うん、なそうですね、僕は右脳ばっかりだから、うん、そう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 、ね、あれだけど、そう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 、そのバランスっていうのはすごく意識をしていて、なんだろうな、そのちょっまあ、あんまりこういうこと言っちゃいけないのかな、ちょっと偏見もあるのかもしれないですけど、その数字に強くてなんかこう頭の切れる人、うん、っていうのはその自分ができるものだから、うん、できない人の気持ちが分かんないんですよね。上からも言うんですよ、ものも。例えばそのまあまあ会計の先生でも何でもいいんですけども、うん、うん、こういうふうにすればこういうふうにできるでしょう、なんで分からないのみたいな体でやっぱり教えたりするんです。でもそういうスタンスだとやっぱり、まあ、やっぱり心閉ざしますよね。いや私の嫌いな左脳タイプだ、これで試合終了ですよね。でもそれだとお互いハッピーじゃないので、じゃあその閉めた扉を開けていただくためにはちょっとやっぱりこう右脳的なエッセンスというかね、まあ、その感情とかハートにアプローチする。だから私研修で歌を歌うんですよ。歌うの？はい、あのくだらないギャグもいますしね、これ結構いろんなところでも私オープンに言うんですけど、歌を歌ったりするんですよ。あのもちろん TPO はあるんですよ。ありますもちろん。もちろんね、はい、うん、やってそのあこれ大丈夫だろうなって時にちょっと歌を歌ったりね、くだらない話をしたりして、まあ彼らのハートをちょっと揺さぶるんです。へ、そうすると初めてやっぱり人間なんでね、あの少しこうシャッターが開くんですね。そこで本当に大事なことだけ、本当に基本的なことだけ、大事なことだけスッとこう向こう側に入れて私は帰るんです。それがなんかこう簡単そうに見えて難しい。だからそれは技術がいい。それはやっぱり経験、そうですね、まあ、当然、はい、5年間の中でまあこういうふうにやっていかないとついてこないなとか、彼らの気持ちっていうのはこうなんだなということはこういうふうに教えてあげないとダメだなっていうのは学びましたね。まあ、基本的にだ、まあ、もちろん、ね、その会社とか企業さんとかによって違うと思いますけど、うん、はい、基本的にはやっぱりその研修、まあ、テーマというかタイトルはまあビジネス数学みたいな。でもあまりビジネス数学っていうタイトルがそのままつくことはないですね。数的思考とかですね。数的思考、はい、よく論理的思考とかじゃないですか。あの論理を数字に言い換える数的思考とか、あるいは何だろうな、数字で説得する技術とか。でそうすると研修に受けに来た人たちって、まあ、当然ちょっとね最初面白くないみたいな感じの人もいっぱいいるわけじゃないですか。
そういうところで、うん、まあもう研修としてみんなそうだと思うんですけど、はい、大変ですよやっぱり最初は。向かせるのは、そうですね、それみんなそうだと思いますけどね。そうですね、うん、まあよくねあるのはやっぱりなんかこう昔自分がどうだったかっていうのをちゃんと彼らの目線で話してあげるとかね、失敗談とかっていうのもありますし、まあ彼らが思いもしないようなやっぱり話を最初することが、なんか例えばなんかビジネスで数字は大事です、なぜかというとなんかこうだからです、だから数字に強くなきゃダメだぜっていうようないきなり正論をぶつけちゃうとうわーって当然なるわけですよなるほどね、うん、だから例えば私は、例えばスリッパを使って、まあ、最初は数字の重要性を伝えるんですね。へえ、履くスリッパね、うん、はい、例えばスリッパってありますよね、スリッパって必ずペアになってますと、じゃあそのペアになってる2つの状態でスリッパを渡されたら私たちはもう無条件でそれを履くものだと認識して、うん、まあ、それを履こうとするわけです、うん、だけれどもそのスリッパなるものがもし片っぽしかなかったとしたら、片っぽだけ渡されたらもしかしたらこれ私の立場だったらそれをもらってこう誰かの頭を叩きたくなるかもしれないということは、物事には何事も適切な数量があるんです。その数量が違うと変な行動しちゃうことってあるかもしれないよね。それってビジネスでも結構あるんじゃないのかな。だから私たちは数量ってものに敏感じゃないといけないんだよね。だから数字って大事なんです。だから今日この研修があるんです。なるほどね。とか伝えてあげると、少しこうシャッターが開くんです。そこに思いっきり足ガッと突っ込んでしまわないようにして、そう、ね、で大事なことだけ差し込んあのプレゼントして私は帰るんです、ね、へえ面白いねっていうのはやっぱりその技術がいるんですよね。なるほどね、面白いですね。もういっぱいコメントが来るんですね、本当にすごいな。ちょっと待って、どこからだろう。あ、ぼちぼちこの辺がありましたね。1時間で全体のどれだけ終えられるかを考えてみるうん、そうね、そういうことね、はい、はいはい、その通りです、ね、ほう、頭が痛くなりました。猫本さん、俺と一緒ですね。72分ですか。素晴らしい、72分、その通りでございます。野原さん、すごいな。いや、すごいです、すごいです、素晴らしい、うん、お好きなんだと思います、割り算の計算必要なんですね。ああ、そうね、うん、沖本さん、水越さん、2人でやるとストレスが、というのは私の研修の、ああ私の方ですなるほどね、そうですね、そうね、その時この仕事、うん、さっきのね、仕事算っていう、仕事算っていうの、はい、へえ、うん、仕事算っていう一応名前がついてる、うん、すごい、ね、よくご存知で、さすが研修講師沖本さんね、ルーリーの小部屋、うん、著者の本棚、自分 TV やってますから皆さん見てくださいね米山さん、いいアプローチだな、ね、米山さん、なるほど、メモしてメモメモ、しおちゃん、私インプット無能でアウトプット佐能です。ああ、なるほどね、バランスがいいですね。そうなんだ。米谷さん、あ、私の言ったことを数学で説得する技術。さっき私が。うまいな、スリッパ。なるほどね。スリッパね。うん、なるほど。まあ、例えばね。今日はね、本当なるほど、うなずきの連続だと思いますよ、ね。やった。さすがね、やっぱりね。やった。ベストセラー作家でね、学級のことだけありますよ。学級いじりやめましょうよ。いや、いじるいじる。もうサッカーのフォワードで学級じゃないですか。お手柔らかにちょっとお願いしますよ。いやいやいや、でもね、面白い。それで、でも、まあ、本もね、こう、たくさん出されてるわけじゃないですか。はい。で、まあ、たくさんの人に広めたいっていうことで、うん、今やってるわけですけども、はい、 そうですね、そういう反応っていうか、うん、あるんですか、やっぱ反響というか本出されて。ありますね、まあ、当然読者の方から、うん、本当に温かいメッセージいただいたり、結構しますし、まあ、あとはそのね、やっぱ企業さんのね、こういうテーマに共感していただく方がメッセージくれたり、まあ、それがね、まあ、場合によってお仕事につながったりね、ありますね、だからそういう意味では反響はある、うん、だってなんかやたら行ってるじゃないですか、いろんなとこ。年間で結構行ってるでしょ、でも。いや、そんなことない。そんなことないです。すごいそういうイメージなんだよね。はい、うん、そんなことないですよ。だって、うん、私結構、まあ、物も書いてるし、大学でも授業やってるんで、そんなに。大学で授業やってるの？やってますよ、はい。何やってるの？まさにこのビジネス数学の。あ、そうなんですか。はい、ちゃんと単位が出る授業をやってるんで、それはね、大事な責任なんでしょう。それは毎週なの？そうです。はい、駒を持ってるんで。それもどのぐらいやってるんですか。もうやってももう3年目になりますかね、大学授業。はい、どうですか、大学は授業は。まあ
楽しい、楽しい、楽しい。まあ、関係者見てないと思いますけども。あ、楽しいです。楽しいですか？ぶっちゃけ、はい。女子大生。女子大生もいます。男、まあでもどうですかね、男の方がやりやすいですけどね。へえ、うん。まあ本来私はまあね、こういうものっていうのはその学生に学んでほしいと思ってやってるんですよ。へえ。うん。社会人になってからやることじゃなくて、その社会に出る前にこういう考え方とかね、技術スキルっていうものを身につけて出てほしいな、うん、その方がその人にとってハッピーなんですよ。まあそれはそうだよね、うん、今までは単純にそういうのを教わってこなかったからね。そう、うん、だってね、さっき水越さんもおっしゃってましたけど、もうある程度のこうご年齢のベテランの方になるとかなると、もう研修来てももう本当斜めなんですよ。そういう感じでね。そうなんだこれ、うんだよ、俺忙しいんだけど、そういう感じでね、あみたいな、こんな感じなわけですよ。そう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 。まあ、当然プロとして向かせるんですけど、でも最初からそういう姿勢の人よりは、まあ、ちゃんとやっぱり素直に、あ、この人から何かを学び取ろうっていう、こう、まあ、姿勢としてはこうね、こういう人にやっぱり教育したいですよね、うん、思いとして ね、 なるほどね。それがやっぱり学生さんとかっていうのはやっぱ素直なんですよ、うん、真面目、ということですよ、うん、皆さん。あ、さすが米山さん、深澤さんの右胸のワッペンが気になっている、ね、さすがですね、さすがですね。これ実は缶バッジなんだよね。そう、雑貨屋さんで本当に買った100円ぐらいで買った缶バッジ。これがねちょっとワンポイントなんですよ、うん、でね、僕はこれが気になったわけ、こっちが、こっちね、はい、普通はこういうのってジャケットとかね、うん、そうね、で入れるスーツの時とかにね、こういうの入れるんですけどね。でこれをね、オレンジなんですよ。なんでオレンジなのって聞いたら、この今日はこのオレンジに、そう、今日この本持ってくるからオレンジ、ちゃんとコーディネート、うん、ね、まあ、コーディネート、うん、コーディネート、ね、あとこれもちょっと、あと靴にね、今オレンジが入ってるんです。全部、いやいや見せないよそう、靴のワンポイントもオレンジなんですよ、僕ね今日ね。さすがでしょ、うん、うなっちゃったないやいやいや、さすがアパレル、自己満足っていうんです、これの。本当アパレル勤めて単なる自己満足ね。でもそれた、でも普通の研修の時はね、スーツだから、うん、まあ、ネクタイして、そうですね、ぐらいだけど、はい、なんか気をつけてることとかあるの？あ、その仕事でスーツ着るときですか、うん、仕事でスーツ、ネクタイは気をつけます、うん、色に。色、うん、うん、まあ、自分の中である程度ルール決めてて、そのなるべくその企業、行く企業さんのロゴのカラーをネクタイの色にするっていうふうに。なるほど、なるほど。じゃあ事前調べといて。もちろん、もちろん、もちろん。すごいね。なんかホームページとか見れば分かるじゃないですか、うん、その企業さんの。その色に合わせたネクタイを近い色にしていくと、うん、普通いないよね、そこまで。普通はだから、うん、その企業に好まれるような、なんとなく雰囲気、あと自分に合ってるっていうのをすごく考えるんですよ、やっぱりね、はいはい、もちろん、うん、特にほら必ずネクタイは赤のもう決めてるという人もいるし、はい、コーディネーターがそう言ってるからとかね、うん、でも逆に言うと、その企業側からするとそこまで気にしてそのネクタイを企業の色に合わせてくれるっていうことに、まあ、感動するし、うん、すごい親しみを感じるんじゃないのかなと思いますよね。という、うん、人もいるかもしれないですね、うん、いろんな考え方があってね、まあ、正解はないと思うんですけど、まあ、ね、まあ、要するにその企業さんをリスペクトするということだって。例えばそのサッカーとか野球とかもそうですけど、うん、そのチームのカラーがありますよね。プロ野球とか J リーグとか、当然そのカラーの例えば帽子をかぶるとか、なんかこう、タオルを持つとかするじゃないですか。あれはそのチームのファンですよって、愛してますよっていう証じゃないですか。それと同じことです。なるほど。だからせめて色ぐらいを合わせて、あなたのファンですよと。これは真似したいね、ちょっとね、うん、あなたに愛がありますよっていうことを、まあ無言で、うん、ね、うん、そう、しほちゃん聞いててくれた、ちゃんとね、コーディネーターコーディネーターね、ありがとう、ちゃんと拾ってくれてね、どうしようかなと思ったんですけど、ね、言った後でね、誰も拾ってくれなかったら、ありがとう。左胸はマイクにかかる、あ、そうだね、左胸はマイクにかかるじゃん。あ、イケメンなだけありますね、しおちゃんね。あ、そうです。あ、僕のこと、あ、深澤さんのことね、はい、水越さん、いやいやいや、沖本さん、水越さん、宣伝ありがとうございます。でも、小部屋で、あ、大部屋いや、ほら、ルシーナの小部屋ってもう一つあるじゃないだからさ、間違えちゃった、ごめん。そう、ルーリーの大部屋ね、大部屋、大部屋、小部屋って、ね、失礼しました。著者の本棚ね、はい、ありがとうございます。面白いの。あ、リンク貼ってくれて、米谷さん、さすが。沖本さん、あのワッペンはパンケーキ？パンケーキじゃない、パンケーキじゃないけどね。何の？なんかね、なんかスーパーマーケットって書いてあるんですけど、はい、うん、まあ、あんまりパンケーキと関係ないですか、まあ、ちょっとデザイン的に好きだなっていう、ね、デザイン的になんか可愛いなって思っただけ。
あ、米山さんね、今見せてくれたこのね、オレンジ、ね、ごめんなさいね、隠れちゃうね、こうやってね。それでオレンジなんですかって。そうなん、それでオレンジなの。深田さん、オレンジ素敵ですね。さすがオレンジを使う人に悪い人いませんね。自分のこと言ってるよ。ねえ、お気持ちはオレンジだからね。ね、仲間ですよ。あ、米山さん、分かりませんでしたね。うん、おしゃれだと鳥山さんも言ってますけど、ね。分かんないですよね。ね、自分で言わないからね。ワッペン、え、ナムナムって見えます。ナムナムって、ナムナム、なんだ、ナムナム、どういうこと。あ、そういうふうに見えるんだ。そういうふうに見えるんだね。おきもさん、すごい器用に合わせて、すいません、オレンジしか使ってませんいや、だから人それぞれだからね。でもこの話を聞いたとき、僕としてはすごい新鮮だった、今。あ、そうですか。いや、それは、いや、さっきね、うん、いや、話を聞いて、確かにリスペクトして、そうって気持ちは聞いたら納得するんだけど、はい、多分僕なんかも行こうと思った時に自分にまず合うものって考えちゃうね。あ、もちろんね、それも大事だと思いますよ。いや、だからそれすごい、恐れ入りやの岸坊主は本当すごいわ米山さん、オレンジを使う人に悪い人はいない、奥間さんと一緒ですね、と同じこと言ってる、ってる。え、これもしかして、あ、あれ、これ、あれ、全く同じですね、これね。あ、コピーしたような感じですね、はいはい、うん、しおちゃん、素敵な気遣いね。 ありがとうございます、恐縮です。トリームさん、今日は深田さんの美声と評判の歌は聞くことができるのかなってワクワクってね。ああ、相田さん、ありがとうございます、間に合いましたということでね、ありがとうございます、よかったです、ね。それで、はい、まあ、今はその企業、あ、企業じゃなくて企業の研修とかで、はい、あとは本、そうですね、それがいわゆるメインの活動、あと大学の、ね、そうですね、だから数字で言うと6割が企業さんの研修で、大学の授業が1で残りの3が、本の執筆。わかりやすい、そういうことなんだよ。そういうことなんですよ。だけどこれをしないんですよ。しない、もう、うん、僕だったら、まあ、ほとんどがほとんどがこれで、あとちょっとがこれで、そう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 、そういうことなんです。本当に、まあ、こんなぐらいかなっていう感じになっちゃう。今のね、これはね、多分見られてる方にも分かりやすかったと思います。要はこういうことができるようにするってことなんですよ。そうだ、それって訓練が必要なんですよ、うん、教育が必要だから私はそれをやってるってことですね。ね、だからやっぱりこう僕も教育必要ですよ。いや、ワークとかやってないと、いや、でもね、すごく、例えば僕も一応その法人でやってますけど、はい、小さな会社で身内だけでやってますけども、うん、でもね、そういう数字に置き換えたりとかっていうのは、はい、まあ、いろんな本とか読むとやっぱり社長業の本とかね、うん、小さなお店はこうって見るとやっぱりそういうこと書いてあるし、でそれで数字を置き換えたりするとすごく分かりやすい、自分でも分かるわけですよ、はい、でも小さな会社でも、まあ、企業の、ね、研修されてますけど、うん、こういう、まあ、例えば僕みたいな小さな会社とか、あとは個人経営の会社とか、はい、すごくそういうことをやった方がいいよね、うん、だからそう、あの企業研修とかじゃなくて、うん、これから例えば起業する人とかね、本当だよね、結構大事かな、大事だよね、あって思いますね。だからまあそういうことをやってもいいのかもしれないですね、これからの一つの展望としてね、まあ、今はでも忙しいから、ね、そうねねえ、はい、まあありがたいことです。でもこれからね、あ、じゃあちょっと待って、ね、そしたら、あ、ね、おそわざわざ米さん書いてる、恐れ入り屋の岸坊主ね、ありがとうございます。じゃあね、ちょっとここでですね、はい、おう、ちょっと待って、そしたらちょっとあのカメラに向かって、はい、カメラに向かってね、右手を出して、はい、右手、最後のコーナーはこちらだって、これでいい、こういう感じですか、そうそう、いいですよ、はい、わかりました、はい、最後のコーナーはこちらだ、これなんか今うまく流れてなかったかもしれない、すみません。最後のコーナーはこちらになります。 My Dream、 私の夢ということで、しんちゃんのこれからの夢、私の夢、夢で、僕ちょっとさっきね、お話しした時に、はい、まあそのたくさん、うん、まあもちろん伝えていきたいんだけど、今はほらしんちゃん一人だから、はい、もっとたくさんの仲間を作ってっていうようなこともあると思うんですけども、ね、はい、なんか夢とかってのはどうなんでしょう。そうですね、すごく一言でズバッと言うと、数字が苦手っ
ていう人をこの世からゼロにするというのが、まあ夢というか、まあ私がしなきゃいけないことなんですね。そのためにはまあ私一人の力なんて知れてますので、まあ仲間を増やしていくっていうのがこれから大事かなと。今はね、もう本当にビジネス数学の専門家一人ですみたいな、この人しかしませんっていう感じでやってるんですけど、それはビジネス的にはある意味ではいいことなんですけども、でも私の夢を叶えるためには一方では悪いことなので、まあ同じようなあのビジョンを持って一緒にやってくれる人をたくさんこれから増やしていくっていうのも大事な活動の一つかなというふうに思いますね。なるほどね、うん、はい、まあ、それに向かって今着々と、そうですね、これからちょっと動き始めてます ね、うん、で、東京オリンピックはですね、すいません、あのリブ聞かれて、いや東京オリンピックに向けて別にサッカーの選手になってくれってわけじゃなくてね、ああ昨日聞いたこと言いたかったな、ちくしょう、ああ今のすごい悔しい、ああ悔しい、わかるわかるわかるよ、僕も今急にね、なんで出てこなかったんだ、こんな質問普通してないんだけど、あ、そうですか、なんとなく聞いたら面白い答えが返ってくるじゃん、あ、すいません、ごめんなさい、本当に申し訳ない、ダメだ、今のは返さないとね、そっか、悔しい、まあ2020年ね、あと4年経つとか東京オリンピックってね、はい、あ、そっか、もう4年か、で、ちょうどね、4年経つと、2010年、うちの会社が創業100年、おお、なるほど、はい、あと私が還暦、赤いちゃんちゃんこなるわけですよ。なるほど。まあ2020年として東京オリンピックだから、まあそういう意味ではまあいろいろとね、うん、ある年になるわけですけれども、はい、で例えばいろんな人がその例えば東京オリンピック、まあ、一つのね 近いうちのその目標として東京オリンピックまでに何かしようとか、その時に何かしようとかね、例えば僕だったら、僕だったらね、こう自分 TV やる人をどんどん増やして、はい、100人ぐらいにして、でその同時にね、東京オリンピックについて盛り上げるための番組をみんなで一斉にやったら面白いなとかね、同時に、ね、なんかそんなことを考えたりもするんですけども、ほうほう、なるほど、まあ、そういうことを、まあ、別に何でもいいんだけども、例えば今何かできることで何か面白いことがあればその何かありませんかっていうことで、それ東京オリンピックの時にみたいなまでにとかね、までにとか、うん、ああなるほど例えばなるほど、うん、ああ面白い、なんかこういうのが実現できてたらいいなみたいな、そういうことですか、そうああなるほど、何ですか、まあ、例えばね、うん、もう一回言うけど、はい、僕だったらもう一回言うんですか、ね、まあ、その間ちょっと考えてもらいたいんだけど僕だったら、まあね、2010年までに、まあちょっとね、生徒さんを100人ぐらい増やして、うん、同時にね、そのオリンピックに向けて盛り上げる番組をね、100人同時になんか配信したら面白いんじゃないかななんてね、うん、考えてますけども、はい、まあね、どうなんですかね、なんかそういう、ね、東京オリンピックまでなんかしたい、なんかあるんですか、したい、まあ、実現させたいことはありますね、言っていいですか、あ、どうぞ、いや、ベストセラーを出すってことですね、さすがですね、そのベストセラーを出すというのは、まあ、自分の名声とかそういうことじゃなくて、うん、そのベストセラーが出るということは私の伝えたいことが世に広まるってことなので、うん、できる数多くね、そうそうそう、これはもうすごく私にとって素晴らしいことなので、そのための努力っていうのは、まあ、これからしていかなきゃいけないし、ちなみに今もう書いてるやつがあるんですよね、あ、そうですね、はい、いつ予定ですか、うん、次の方は11月です、もうね次々ですよ、はい、だってこの間出したのいつなの、この間やりってたっけな、6月、6月でしたよ、今度11月、はい、すごいね、まあ、3、4ヶ月に1冊は今本が出てますね、その、じゃあさ、執筆時間って、はい、あ、じゃあちょっと聞きたかったんだけど、執筆って、はい、いつも決まった時間にやってるんですか、いや決めてはいないですけども、うん、まとまった時間は取りますね、どのぐらい1日とか、まあ、例えば、うん、まあ、取れれば、はい、それってガーってやるの、そうですね、家で、はい、まあ、うん、そうですね、家で、家、まあ、家あるいは、まあ、例えばどっかホテルを予約してとか、缶詰で、要するに音シャットダウンして、あ、やっぱ、まあ、こうなって書きますね、何でやるの、パソコン、はい、まあ、普通にネットはつないでやってるんですか、結構ほらネット遮断する人いるじゃないですか、他の Facebook 見ないようにとかさ、
ああまあそう、うん、遮断まではしてないですけど、まあ書いてるときは見てないですね当然。はい、まあ、すごいね。まあ、1日あれば1章2章ぐらいはもう簡単に書けるんで、はあ、はい、まあ、1週間あれば1冊本は書けます。マジで、はい、マジっす。すげえ。好きなんでしょうね、多分好きなんだと思います。あ、書くことが好きなんだ、うん、それ最初からだった？いえ、そんなことないです。やっぱりこれやり始めて。そうなんだ。僕も1冊目の時は、はい、だって何をどうしたらいいか全然わかんないじゃないですか。はいはい、わかりません、もちろん本当に、はい、ね、まあ、僕今この間出したのが、まあ、ちょっと待って、出たー、放置プレイ、ね、ゲスト放置プレイ、ね、これが僕の2冊目ですよ。これからの中小店は動画で反則集客しようということでね、これ6月に出されて、まだ増刷ね、これからだしてないんですけども、うん、これね、でも4年ぶりに書いたんですよ。全然忘れてて、本当に苦労しましたよ。うん、あ、書くの、うん、あ、そうですね、うん。すごい苦労した。だから、まあ、コンスタントに出すっていうのは一つ、まあ、いいなと思いますけれども、やっぱりやっていくうちにね、こう好きになって、おう、うん、そうですね、面白くなるっていうのがあるよね。なんか、なんて言うんでしょうね、まあ、人それぞれだと思うんですけど、この本を書くということは私にとってはなんかこう特別なことじゃなくて、うん、普段やっている例えば人前でお話をすること、うん、何かを伝えることと別に同じ仕事なんですよ、うん、僕の中で。 それがこう書いてるか喋ってるかの違い、うんうん、例えばこういうふうに伝えたら相手はどう思うかな、あ、多分ここが疑問として残るよなということは、次はこういう例えが必要だな、こういう例えで伝えたら最後腹落ちするためにはこういうことを伝えたら多分いいだろうな、うん、っていうことを考えてこうどっちもやるじゃないですか。人前で話したりするときもそうだし、うん、物を書くときもそうだし、うんうん、だから私としては同じ行為なんですよ。なるほどね、そうなんだ。だから何ら苦でもないし大変じゃない。なるほどね、そこがやっぱ思考が違うんだよな。そうですね、うん、うん、かもしれないです。さすがフォワード。さすが、さすがフォワード。憎らしいな、なんかな。なんでですか。ね、そう東京オリンピックの部分。ちょっと待って、どっか、あ、ここからだ。しおちゃん、私の年代でも分かる人少ないと思います。それリアクションいや、これね、実はうちの親父がしょっちゅう言ってたの。だからなんとなく僕が口癖になっちゃったって言葉だね。僕もよく知らないんだけどね。春田さん、数学の重要さ、今すごく感じます。数字の重要さは、今すごく感じます。これやっぱりね、お仕事してる人は ね、で特に社長さんとか経営者はね、特にやっぱり感じてると思う。そうですね、それ仕事のね、規模に関わらずね。うん、米谷さん、数字が苦手だという人をゼロにする、ね、あ、私がさっき言ったことですね。村井さん、数学はちんぷんかんぷん、できたらもっと頭が良かっただろうと思って、うん、あ、できたらね、それができたらもっと頭が良かっただろうと思ってますね。まあ、でも村井さんね、確かに頭ちんぷんかんぷんだけど素晴らしいですよ。人間としては頭ちんぷんかんぷんだけど素晴らしい。うん、だそうです。いや本当だって、村井さんっていうのは僕の同級生、高校の同級生ですね。あ、はい、さっきね、はい、立教大学を出て、ね、その後現役で、ビデオリサーチ、ね、入って、はい、もうそこのホーム部門ってなかったのを作り上げた人ですから、すごいすごい方なんですよ。村井さんっていうのはポルシェを3台乗り継いでそのぐらいの男ですよ。頭ちんぷんかんぷんでもいいんですよ、仕事ができる男ね、褒めてるんですよ僕。視聴者無茶ぶりってね、東京オリンピック本当ですよね、唐突でしたよね。唐突に出てきた東京オリンピック。でもね、僕毎回ね言ってるんだよ、うん、でも、ま、皆さん、あ、そうですか、気が付いて思いますけど、ああ、夢なんですかって聞いた時に、例えば、うん、まあ、2020年オリンピックありますけどとかね、いろいろまあ聞いて、これが楽しいんだよね、この無茶ぶりがライブ、ね、これ確かに ね、動画収録だったらカットされてますから今放送事故で、このライブが楽しいね。確かに、うん、YouTube のアーカイブ用にもう一度東京オリンピックの分やり直しますかってね。確かにね、これでいいんです、はい、福田さん、 ありがとうね、石川県からありがとうございました。間に合いました。米谷さん予言出た、米谷さんの予言は当たるんですよ、これこれはもうやらないと。深澤慎太郎先生ベストセラーとして、ね、頑張ります。野々原さん、ミリオンセラー目指すんですね。
あ、目指しましょう。目指しましょう。目指しましょう。いいこと言ってくれた。うん、ありがとうございます。夢はでかく。で、さっきも、ね、あの、しんちゃん言ってましたけども、やっぱりね、夢はね、出さない、言葉で出さないとね。一冊目の時にね、本出したい、出したい、出すんだって言ってたら、こうね。そうですね。いや、本当そうでした。本当に。でも本当そうですよ。言葉の力ってすごいな。発する言葉の力ですかね。発する言葉の力。本当そうです。だからね、思います。ベストセラー、ね、だから今も言いましたからね、言いました、はい、この言葉の力を信じて頑張ります、はい、頑張りましょう、うん、米安さん、それだけ短期間で執筆ができるということはちゃんと書きたいことが体系化されてるんですよね。あら、ありがとうございます。もう褒めすぎだな。いや、僕もそう思いますよ、本当にね。米安さんは生みの苦しみなうってことだね。しおちゃん、生みの苦しみって言ってますけどね。そっか、なるほど。いや、僕も本当これに、僕はね、出して、で普通はまあ編集の方で赤入れてこう帰ってくるんだけど、僕が帰ってきたものをまたバーって全部書き直して、ほとんど書き直して、あ、これ違うこれ違うと思って、だからね、本当に最後はもう編集者さんに怒られちゃったの、これじゃ本出ないよって言われてね。そのぐらい毎回毎回そうやってできたもんなんで、それだけ真剣にね、まあね、やっぱりやったんで素晴らしいと思います。このノウハウはなんとか皆さんに伝えたいと思ってね。いや、そう、それでね、あ、村井さんね、なんじゃそりゃって喜んでますけどね、ありがとうございます。今皆さん、今日初めて見た方もいらっしゃるかもしれませんけど、このメディカスというのを私は2010年の5月からまさにもうこの本当にこういう感じでずっと続けてるわけですよ。ゲストをお呼びして対談、うん、でそうすると初めて見た方がゲストの方のファンになっちゃって、1時間でね、その方に会いに行きたくなって、すごいですね。セミナーの告知をすると、もうすぐに申し込みとかね、来ちゃう。でそういうことがあったので、これはすごいよって言うんです、そしたら私もやってみたい、僕もやってみたいっていう依頼があって、コンサルを始めて、それからセミナーを始めて、まあ2年前から講座を作り始めたということで、で今回ね、待望の僕のこの本も出すことができたんですけども、この自分のライブ版、今ね、ライブがすごいキーワードになってます。さっきも Facebook のライブやってたじゃないですか、ね、ライブ動画。みんなさんたくさん見てくれてね、いいねつけてくれたり。はい、で今ね、LINE もライブを始めてるんですよ、ね、でいろんなところでライブが始まってるんですけども、まあ、Facebook のライブってすごい使いやすいんですけども、まだまだね、どうやって使ったらいいか分かんない。で使ってもこれでいいのかなと思ってる人はたくさんいるので、今度 Facebook、初めての人のこれからビジネスに生かす Facebook ライブ動画のセミナーをね、オンラインで僕やろうと思ってますんで、うん、今度またお知らせしますから、ぜひですね、オンラインですから、ご自宅からとか会社から見れますからね、申し込んでいただいて、まあ、2000円ぐらいでね、安い金額でやろうと思ってますんで、ぜひですね、初めての Facebook ライブ動画、これをですね、受けていただけたらと思いますね。どんなところでも使えますからね、これね。楽しみ。はい。あと、あ、そうそう、それで今後の予定としては何かあるんですか？今後の予定ですか？近々、まあ11月に本が出ますということは、あとはもう大体基本的にはもう研修なの、そのそうす、ね、オープンセミナーとかないんですか？そういう、あんまりオープンセミナーって立たないですね、うん、もうその例えば大手 の、 そのコンサル会社さんとか、ビジネススクールさんとかがやるようなオープン講座に、まあ、はもちろん立ってるんですけど、定期的に。でもちょっとね、参加費というかお値段も結構いいお値段でして、なかなかちょっと一般の方が個人で参加というのはなかなか大変かなとは思いますね。なんか一般の人がよくやってるのセミナーとか、そういう主催してとかっていうのはないんだ、ね、私は主催はしないですね。あ、主催というか誰か主催してくれて、そのセミナーをやったりとか、そういうのはない。たまにありますけどね、深澤さんね、ありがたいことに呼んでちょっと勉強会やろうとかセミナーやろうっていう方いらっしゃれば。時間が取れない。そうですね。ということで、多分見てる方はね、深澤さんの話を聞きたいっていう人もね、たくさん。ああ、その努力はでもしなきゃいけないですね。確かにね。あ、野の原さんって富山の方なのかな。富山、朝活でもファンが。お。で僕も9月11日富山の朝活行き、11行きますんで、ぜひですね、9月の11日富山の朝活で、翌週の18日の日曜日は大阪で前川あゆさんと一緒にコラボセミナーしますんで、ぜひね、富山大阪の方いらっしゃってください。よろしくお願いします。まあ、僕の場合はあんま企業研修とかないんで、
考えたことあるんですけど、どちらかというとその企業の社内の人にこの動画のことをお話ししてもね意味ないんで、うん、あのどちらかというと僕はその経営者の方とかね、その実際に仕事そのスタッフの方とかね、はい、そういう人たちにまあやってもらう、まあ、でもどちらかというとやっぱりこの、ね、本にもありますけど小さな中小店の人たちが自らやってもらうっていうね、うん、そういうところで今やってるんですよね。いや その方がね、水越さんはその方がいいかなと思いますね。何これ、村井さん、産んだ後でも苦しみ by 水越先生、何ですかよく分かりませんけどね、ありがとうございます、まあ、コメントだからね言ってきますよ、ありがとうございますということでね。あ、富山はいつやられたんですか。富山は、今年の3月にあのお邪魔したと思いますね、うん、はい、富山の3月も本当に盛んですよね。すごいですね、長吉さん、うん、やっぱね朝ですからね、来られる方もすごくモチベーション高くて、素直で前向きな方たちばかりで、うん、とってもいい空間だなと思って、だから僕も本当11日楽しみにしてますよ、はいはい、あのとても素敵ですよ、ね、うん、あの朝活は、うん、ほら視聴者聞いてみたいですって言ってますよ、話を。こういう方が増えるんですよ、これがね、頑張らないといけないですね。だから本当はね、だからもう今日は本当にね、こ研修と同じような話までしてもらいたい、うん、でも良かったと思うんですけどね、時間がなんせ足りないって、まあ、まあそりゃそうですよね、確かにね、うん、いやそういう機会はなるべく作るように、なんかだからね、こういうオンラインでもこういう話をしながら、うん、そうですね、やっていくっていうのが一つの手なんですよね。確かに、うんうん、それも一つ面白いなと思いますけどね。村井さん、村井が送る資産がザクザク増えちゃうよチャンネルを毎週火曜、なんで20時からやんだよこの時間に、1時間やるのが僕の夢、嘘つけるもん、第1回ゲストは水越さんでいけるか俺メディカスやってんのに野々原さん、舞川アイクさん、うん、22時動画配信されるみたいです。へえ、やられてるんですね。そういう方もね、どんどん今ね増えて、 Facebook ライブ動画もね最近いろんなところでこう Facebook 見ると出てるでしょ、やってる人ね、いっぱいね、うん、最近 ね出てますね。でもね、いろいろね、やっぱりね注意点とかもね、いろいろあるんでね、僕ぜひねそれをね皆さんにお伝えしたいなと思ってね、ぜひ聞きたいですね、はい、あ、鳥海さんのリンクはこれは、あ、9月7日に船橋に来してます、ね、そうで行きます、そうだそうだそうだ、え、はい、何あ、それはなんかそれこそ勉強会というかちょっと1時間ぐらい喋ってるって、だからたまにそういうのあるんですよ。あ、そういう時は、はい、もちろん来てる。じゃあこれみんな行ってもいいんじゃないの、これ9月7日船橋、はい、これ鳥海さんリンクこれ貼ってくれてるじゃない、はい、ありがとうございます。それ1時間お話しますね。なんかすごくカジュアルな場みたいですけど、あ、楽しみですね、はい、楽しみですね、はい、そうもうこれしか会えないかも、みんな、そういうのがたまにあるね、もうここに行くしかないよねという、あ、マックさんありがとう、間に合ったマックです、あ、マックさんありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで夢聞いたよな、あ、そうそう、それでね、今回なんと皆さん、あ、これね、うん、あ、そうだ、ちょっと待って、あ、なんか話しててもらっていいですか。まあ、今日は大変ですよ、放置されたりも、なんか無茶振りされたりも大変ですけどね、ちょっとね、水越さん今作業中のようなので、ごめんなさいね。じゃあですね、何しようかな、歌でも歌えますか。じゃあ、あ、歌うね、郷ひろみとか歌えますか。じゃあ、ね、歌うとね、はい、その後 YouTube に上げるのがちょっと大変になっちゃう、あ、大変になっちゃう。じゃあ普通になんか適当に喋ってましょうか。適当に喋ってすごいですね、適当に喋ってって、これ聞こえてるんですよね。聞こえてますよ聞こえてますよね、何喋ろうかな、 あれ例えば、はい、なんか今まで失敗談みたいなのないの。失敗談、なんか恥ずかしい思いを、仕事に関係ある、何でもいいですけど、うん、失敗談そんなの山ほどありますけどね。まあ、恥ずかしい思いをしたとか失敗をしたとか。恥ずかしい思いをした、なんだ、まあいっぱい、本当にいっぱいあるけども、やっぱまあちょっとね、笑わそうと思って喋ったことが全然空振りちゃったとかね、そんなのもしょっちゅう。いや、もう汗流れるわ、本当にしょっちゅうですからね、はい、まあ、気にしないですけど私、 そういうのね、はい、その場所によって、はい、受ける受けないっていう、そういう、あ、もうあります、あるでしょ、はい、もうしょうがないですね、こればっかり、うん、この前
数字ってそんなに怖いもんじゃないし、ね、難しいもんでもないし楽しいもんだよっていうことを、まあ、最初伝えるために、あの、まあ、学生だったんですけどね、うん、男子学生だけのちょっとあの授業があったんで、うん、その時にこう数字の、例えば数字の3ってこう書いて紙に、うん、数字の3って書いて、じゃあそれをちょっと90度こう回してごらんって言うんですね、うん、数字の3って書いて、それを90度回してごらん、うん、はい、それがあなたの好きな女性のバストの形ですみたいな話をしたんですよ、うんうん、全然ウケないのね恥ずかしい恥ずかしいでもね、別の時にやったらすごくウケるんですよね、ウケたんですよね、 だからまあ分かんないもんですよね。面白い先生、面白いですね。これから数字の3の書き方変わりますわ僕みたいな、バカなこと言ってた学生いましたけど、あ数字でね、そう、なるほどね、まあ、数字って面白いもんよっていうのをやっぱり伝えていきたいですよね。なんかね、そういうなんか遊び心のある数学の先生って少ない ね、うん、いいですね。なんか、はい、ありがとうございました。戻ってきた、戻ってきた、戻ってきた、戻ってきた。私の、LINE アット、メディカツの LINE アットがあります。それでメディカツの告知、この番組の告知とかいろいろしてますけど、そこで抽選会を、やるように、しました。今後から、今後でね。で、今、リンク貼りましたけども、これがあの私の LINE アットですので、ここからね、パソコンの方もスマホの方も登録していただいてください、登録してください、LINE アットに。うん、それで、その LINE アットの中で、今日は深澤さんから、この本を3名の方にプレゼントということなので、はい、その LINE アットから、2名の方を抽選 で1名の方はこの今日のコメントからにしたいと思いますので、なるほど、ぜひですね LINE アットの方に皆さん登録してください。今日中に登録すれば明日の抽選間に合いますので、ですので今リンクしました LINE アット、こちらの方に登録お願いします。お願いします、はい、明日抽選やりますから。抽選というのはちゃんと抽選の LINE のメッセージみたいに、あのちゃんと皆さん登録したらメッセージいって、そこをクリックすると抽選行われますから、外れ当たりとかね、ちゃんと、ぜひですね、よろしくお願いします。村井さん、いや、とても勉強になりましたよ、数学の重要性。 ありがとうございます。しおちゃん、メディカスと村井さん TV 一緒にやれば OK。 なるほどね、一緒にやりましょうとね。あ、まあいいや、はい、適当に喋るように郷ひろみをほら、ね、このイメージが強いですね、郷ひろみのイメージが ね、あれ強烈だったもんな。そうでしたね。研修でも歌うの？え、いや、あの場合によってやりますよ。本当、はい、やりますね。村井さん、今日の番組は DAF4-5 だから深澤先生の単独講談があるのでしょう。あ、DAF 4.5 ってことかな、これ。ああ、そういうことか。あ、そういうことか、ね。あ、そういうことか。はいはい。わかりました。なるほどね。はい、米谷さん、笑わそうとして受けなかったことはよくありました。ね、そんなよくありますよね。公開セミナーで、せっかく私の髪の毛の自虐ネタをやったのに、うん、下ネタはたくさん思いついているのですが、研修やセミナーに取り入れる勇気はまだありません。でも同じ分野の先生で下ネタを入れる先生は皆無だと思いながら。はあ、なるほどね。まあ、下ネタも本当紙一重ってとこあるからね、うん、これ滑ったら最悪だもんね。そうですね、私みたいなことになるんでね、あ、まあ、ね、あのあまりおすすめはしないです。なかなかね、難しいけどね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんね、 LINE アットぜひ登録してくださいね。今回は、あ、このみちゃん来た、ありがとう。着席した途端この話、数字の3を見るのは恥ずかしくなりました、ね、申し訳ございません、ね、男子にね、はい、こんな話をたまにしたりしますけどね、はい、あ、ハグちゃんね、明日の抽選楽しみということでね、ありがとうございます。登録ね、登録してくれてんだよね、もうね、ありがとうございます。ということで、そしたら、まあ、さっきありましたけども、9月7日に船橋で、セミナーだっけ、何、あ、そう、セミナーというか、はい、講演というかね、ありますので、ぜひ、皆さん、お集まりいただけましたらと思います。それで、はい、あの11月にはね、新刊も出る予定で、そうですね、はい、タイトル決まってるの？まだ決まってないですけど ね、はい、あのとっても遊び心ある本になります。どちらから出るんですか、今度？まだ言っちゃダメかな、言っちゃダメね、はい、ということでね、おしゃく。で、私の方は、うん、9月11日に朝霞富山日曜日、18日に大阪で前川あゆさんとコラボセミナー、そして22日に
自主開催のセミナーがありますんでね、九段下でありますんで、うん、もうこういうメディカスのような番組をぜひやってみたいと思われた方はぜひですね、チェックしてみてくださいね。よろしくお願いします。それであのさっき LINE アットのリンク貼りましたけども、私の LINE アット登録していただくと、これブログとか全部 LINE アット書いてありますから、登録していただくとそういう情報も出ますんでね、ぜひ登録お願いします。はい、あ、原田さん、後日深田さんの本受け取りに行きますって、なんで自分が受かったような言い方してるんだろう。原ちゃん TV、 原ちゃん TV、 原ちゃん TV には出てない、出てないです、出てない、はい、原ちゃん TV、 原田さんね、原ちゃん TV 待ってますよ。この間の一生成長 TV 出てね、あ、そうですね、でメディカス出て、室井さんお世話になりました。あのね、これ自分 TV やってる人いっぱいいますけど、みんなそれぞれ、はい、いわゆる視聴者違うわけですよ。おお、だから、ね、いろんなとこ出た方がいいですよ。あ、そうですか、わかりました、はい、じゃあ機会あれば、はい、アマックさん、ダフで深澤さん、ヒロミゴーとカウントダウンスピーチ、どちらも印象深く残ってますよ。あ、カウントダウンスピーチね、そうか、あれは何、はい、考えちゃんとネタ、まあ、あの私の ネタというか、あれもあのセミナーとかちょっと説明して いいんですか、時間、あ、大丈夫ですよ、はい、あのカウントダウンスピーチって僕のオリジナル あのスピーチの手法なんですけど、まあ、数字の例えば9から始めて0まで順番にこの自分の個性を9に当てはめて言っていくわけですよ。例えばなんだろうな、例えば9、9月生まれの乙女座です。8、数学女子は増刷重ねて8釣りです。7、体脂肪率 7%。 6、正六面体、特にサイコロ見ると興奮します。5 起業してちょうど5年目です。4、私には人生の師匠と呼ばれる人がちょうど4人います。3、ビジネス数学は、3つの能力を鍛えるプログラムになってます。2、2じゃダメだと思って私は生きてます。1、第一人者と呼ばれることの誇り。0、数字が苦手な人をゼロにすることが私の使命です。素晴らしい、これカウントダウンスピーチ、これもう覚えてるわけね。あ、まあまあまあもちろん、今アドリブじゃないでしょ。アドリブじゃないですよ、ね、はい、もちろんアドリブあんまりね得意じゃない、得意じゃないいやいや、すごいねこれ。でも改めて聞くと、はい、やっぱすごいねこれ。そうですよ、だから今だってここもう時間にして1分ぐらいなもんですよ。1分ぐらいの中でもこれだけ私のことを伝えられるんですよ。数字ってすごいでしょ。数字か、なんて言ったっけ、カウントダウンスピーチ、うん、だから皆さんも自己紹介する、こういう手法あるの。でも僕は考えたんですけど、面白いね、うん、だから自己紹介するときとかっていうのは、まあ、こういうふうにスピーチするとものすごく強烈に印象に残るから使ってみたらどう。でちなみにビジネスの現場でもやっぱり数字を入れて伝えるとものすごく簡潔になるし、短い時間でたくさんのことを伝えられるから使った方がええやんっていう、ね、よくね数字っていうとほら3つのことがありますとかってよくね、 はいはい、うん、あれすごい印象づするじゃない、印象づいたりするじゃないですか、うん、そうですね。僕が描くさんはきっとでかいのだろうなって、ね、まだまだそのネタがまだそこ引っ張ってすいません、でもっと申し訳ありません、くだらないこと言って。9月10日ダフ5水越さんも登場ありがとう。しおちゃん、深澤さんたくさん出版されてるんですね、気になるのはいくつかあります。あ、ありがとうございます、ぜひご購入お願いします。米谷さん、カウントダウンスピーチお見事でした、ね、ありがとうございます。その本室井さんからもらったから他のもらって、水越先生冗談、ね、冗談、はい、うん、しおちゃんパチパチパチ、ああパチパチパチなんですね。いや、あ、これは本当すごいわね。うん、だからまあまあ数字の有用性というかね、楽しさ、うん、そして便利さ、面白さっていうのを伝えるには、まあ、こういう伝え方もしなきゃ。この間ダフで聞いたけど、今聞いて全く忘れてたことを思い出しましたね。いいんですよ、これ。なんかでも神聖に聞こえましたよ、すごいわ、はい、また聞けたっていう。あ、ほらほらね、はい、マークさんまた聞けた、カウントダウンスピーチね、うん、これは本当面白いですね。うん、まあ、こういう数学の先生増えるといいですね。いや本当そう思うよ、ね、と思います、うん、はい、ほら箱ちゃん、カウントダウンスピーチ面白い。あ、ぜひやってみてください。これは面白いわ、はい、強烈な印象残りますから、これ残るわ、うん、ね、ということでね、あ、そうそう、それで最後に、メディカスポーズというのをやって終わりたいと思いますので。ポーズ、メディカスポーズというのはあのカメラに向かってね、あのまずね、はい、あ、なるほど、火曜の夜を楽しむには、火曜の夜を楽しむには、火曜の夜を楽しむには、で M を作ります、下から出します、メディカツで顔の右でここで止める、そうで、いい顔して止まってね、はい、じゃもう一回いきますよ、はい、火曜の夜を楽しむにはメディカツ。
が何ですか、はい、これが感じ、これあの開運メディカスポーツで夢叶いますから。おお、やった、よしやろう、ね、よしやろう。で見てる方もね、ぜひ、あ、スマイルですね、村井さんやっぱ数字苦手に、に西田さん、あ、カウントダウンスピーチも会場が沸いていたし、ね、西澤さんお世話になりました、ね、今後ともお願いします。ダム5、9月10日でございますんでね、12時半からだっけね、やりますんで、ぜひですね皆さん来てください。17人だっけな、お、すごいですね、17人違ったっけ、ね、そのぐらいいたような気がする。すごい、1人10分でね、テッドのようなねトークを繰り広げますんでね、面白いです、うん、僕も毎回あの他の出演者の話にね、今みたいにあの深澤さんもこれをいきなりやったわけですよものすごい感動したわけね、あのすっかり忘れてたけどでも本当にね、やっぱそういう人たちがいっぱい構成が出るの、そうです、ね、面白いと思います、ダフは、ね、うん、ダフぜひ来てください、いい皆さんね、うん、それでは最後にカ カウントダウンじゃねえ最後に、メディカツポーズ、ね、カウントダウンポーズじゃない、ね、メディカツポーズやりたいと思います、はい、皆さん視聴者の皆さんもぜひ一緒にね夢を叶えるための、あ、いいですね、開運メディカツポーズやりましょう。 いきますよ、火曜の夜を楽しむにはメディカツ、ありがとう、いやー、いいですね、ありがとうございました。よっしゃ、これでいける、よっしゃ、言わないよぜみんな、ね、言わないと、言わないと、そう、言いましょう ね、 ね、言って書いて、言って書いて、そう、うん、これ大事ね、ということでね、メディカスまた来週やりますのでね、ぜひ皆さん見てください、はい、で、このようなメディカスみたいな、ね、番組をやってみたいと思ったらぜひ私に問い合わせくださいね、よろしくお願いします、うん、村井さん、深澤さんが数学、元井算数の先生だったら優秀な子供に育ったりっていう、そんなことないと思います、いや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 ね、そういう子供さんが増えてもらうためにもぜひ、ね、頑張っていただきたいと思います、ね、はい、そうですね、はい、頑張ります、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました、ありがとうございました。ということでまた来週メディカツやりますので見てくださいね、うん、ぜひ、さっきの LINE アット、はい、LINE アット皆さん登録してね、ここで今日の深澤さんの、書籍プレゼント抽選しますんでね、LINE アットぜひ登録してください、よろしくお願いいたします。ということで、はい、メディカスまた来週やりたいと思います、メディカスポーズやりますということで、ね、やってくれたと思います、はい、ということでまた来週皆さんとお会いしたいと思います。それでは皆さん素敵な1週間を過ごしください、さようなら、ありがとう、ビジネス数学やろうぜやろうぜ